相手が激しいディフェンスをしてくるチームではあったので、準備してきたものがしっかり出せたところは良かったと思うんですけど、前半とか、ボールプレッシャーのところであったり、細かいミスはまだまだあったんで、修正するところはあるとは思うので、またしっかり準備していきたいと思います。前回対戦の時、秋田とは3点差で非常に厳しいゲームだったと思うんですけども、今日の試合に関してはかなり大差をつけての完勝というところですが、率直なこの結果というのは非常にこう、内容の充実も伴ったものだと思うんですけども、この勝利を改めてちょっとどういうふうに評価しますか？しっかり準備してきたものがしっかり出せたっていうところは、前回やってるし、秋田のその激しさっていうのはみんな理解していたので、しっかりそこは出せた部分であったと思うし、しっかりそのプレッシャー、相手は結構早い展開に持ち込んでくるチームなので、そういったところもしっかり守りつつ、早い展開で僕らも攻撃回数増やして100点ゲームできたので、そういったところは成長している部分であるかなと思います。攻撃の過程においては相手のプレッシャーがやはり序盤から激しいものがあったんですけど、その圧力というのはどういうふうにかわしていこうというところで、うまくできたなというふうに評価しますか？ピックアンドロールに対しても、2人で解決するんじゃなくて、3人目4人目が加わってしっかりレシーブしてボールを動かして、相手のディフェンスをかわしていくとか、逆にその相手がプレッシャー来るの分かってるので、逆に、引いて解決するっていうか、パスしてっていうところは、うまく、予測できていた部分は大きいとは思うので、そこはしっかりできたんじゃないかなと思います。後半比江島選手かなりエンジンかかったように強引なぐらいにアタックしていって成功してましたけども、その辺のこうプレーぶりっていうところと、まずこのチーム最多得点の結果っていうところ、どういうふうに振り返りますか？個人としては、あんまり関係ないですけど、今日から膝のサポーターが取れたんで動きやすいなというかドライブしやすいなっていう部分は多少あったんで、怖がらずにちょっといつもより行ってみようっていうきっかけにもなったし、それがうまくいってというか、相手こういう激しいチームに対しても怪我する前のようなドライブもできたので、よかったんじゃないかなと思います。そのサポーターの部分聞こうと思ってたんですけど本当に先週のホームゲームから今日ってもうぐんってどんどん良くなってる気がするんですが、自分でもやっぱり実感してるってことですね。そうですね。でもまだというか、テーピングはまだもちろんガチガチやってるんですけど、めちゃくちゃ良くなってると思います。次がでも川崎じゃないですか、結構こう悔しい思いをしてきた相手なんですけど、川崎に対して思うことはいかがですか？絶対乗り越えなきゃいけない相手というか、絶対チャンピオンシップでも倒さなきゃいけない相手だと思うんで、ここで本当に勝ち方というかでももう一回再確認したいですし、ここで勝って、チャンピオンシップいい形でチャンピオンシップにいければいいと思うので、本当に僕らにとってはすごく大きなゲームじゃないかなと思います。この川崎でまたこう自分の思うプレーができたら、気持ちの上でもまた変わってきますよね、きっと。そうですね、もう本当に一番ドライブしにくいチームではあると思うし、ヘルプディフェンスも素晴らしいし、ゴール下のヒースみたいなショットブロッカーもいるんで、そこでしっかり自分の持ち味出せれば川崎にも勝てるチャンスあると思うし、そこを出さないと逆にきつい部分があると思うんで、そこも意識してやりたいなと思います。川崎も含めて残り試合、レギュラーシーズン少なくなりました。チャンピオンシップまでにしたいことが他に何がありますか？そうですね、もう本当に細かいミスをなくさなきゃいけないので、もちろんヘルプのポジション、ヘルプした後のローテーションとか、
まあ、細かいと今日も前半はプレッシャーディフェンスというのはまあできてなかった部分があるので、そういったのは本当になくさなきゃいけないし、40分間本当にプレッシャーかけ続けないといけない相手というか、じゃそれをやらないと勝てない相手なので、本当にそういった細かいところ、まあ、みんなで全員でルーズボール追いかける、リバウンドを取る、でみんなで走って攻撃するっていうのをしっかりやりたいなと思います。そして、まあ、東地区の優勝が決まりました。この強豪チームの東地区での優勝とこの勝利、すごいことだと思うんですが、比江島選手は今のチームの魅力というのはどういうところだと思いますか？ちょっとやめさせてライアンがちょっとすみません、はい、何でしたっけ大丈夫ですか？はいはいはい、あ、東地区、東地区のこの成績でここまで来れたこのチームの魅力、うん、魅力、あ、やっぱりもうね、あの全員バスケですよね、まあ、あの怪我人が出ても全員でカバーしてというか、でファンの皆さんの応援サポートもあってというか、本当にあのブレックスファンを含め全員で戦えているところが東地区1位につながってるんじゃないかなと思います。何が起きてるんですか？何も起きてないですよ。起きてるよ。ちょっとダイアン近い。ありがとうございました。キープディスタンスや。はい、はい、はい、比江島選手、ちょっと落ち着きなかったですけども、落ち着きなかったです。バイバイ。